Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 15e épisode en let's play sur Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Dans l'épisode précédent, on avait déjà fait tomber les deux tours. Yunkel a affronté Adlar, il l'a battu. Et Adlar a battu Yunkel en même temps, enfin les deux sont plus ou moins neutralisés. La tour de feu était battue, on a affronté la légion de Flazard. Ensuite, on a passé la victoire triomphale et on va voir l'ultime arcane d'Avan. C'est parti. Oremo Imakara Saigo no Hisatsuaza o dasu. Ore no sensei, Avan no saidai no ogi da. Imamade ichido mo seikou shite inai kedo. Shikujireba omae no kachi.決まればお前の負けだ。どうせ後継脅しだろう。応援ばっかだ。避けようともしねえとは。アバン流刀殺法空裂斬。なんだか知らねえが、こんなちんけな技が最大奥義とは、アバンテ野郎もたかが知れてるぜ。違う、俺の失敗だ。本当に空裂弾が決まれば、奴だって倒せるはず。やっぱり、俺にはできないのか。先生。は？何ですか、大君。最後のその空裂山わかんないです。なんだよ、先生が何回も説明してんだろうが。じゃあポップはわかったの？俺は魔法使いだから別にわかんなくたっていいんだよ。そういう安穏とした考えだからあなたは成長が遅いんですよ。相手が悪の剣士だったらどうするんですか。まあ悪の剣士はこんな技は使いませんけどね。空裂山には正義の闘気が必要なのです。この世には悪の魔力によって生み出された邪悪なモンスターたちがいます。空裂斬とはそうした邪悪な生命を絶つ剣なんです。それにはこうして剣に正義の闘気を蓄積し、一気に敵の本体めがけて放たなければ効果がありません。難しいのはその敵の本体を見極めることです。何しろ普通のモンスターの急所と違ってどこにあるのか目に見えませんからね。そのうち実戦の中で理解するでしょう。見えざる敵の見方をね。ダメだよ先生、俺には見えない。このフィンガーフレアボムズはメラゾーマ5発分の威力がある。かけら一つ残らんぜ。こいつでジ・エンドだ。なんだ。大の空裂斬は完全に失敗したわけじゃなかったんだわ。まさかさっきの一撃が俺の駒をかすったとでも言うのか。そんなバカな。よし、こうなったら成功するまで何発でも撃ってやる。こうなったらもう一度弾丸ばっかざんだ。やめなさいフレイザード、今度あの技を使ったらあなた本当に死ぬわよ。その前にてめえらが死ぬさ。それに博打ってのは外れたら痛い目見るから面白えんだよ。行くぜダイ、てめえの望み通り最後の技で勝負だ。弾丸ばっかだ。空裂弾Il maîtrise pas encore bien Dai, le sage-cieux.
やはりこれだけ標的が無数になっちゃまぐれあたりもないようだな。この勝負俺がもらったぜ。ダメなの、もうダイには打つ手がないの。ある、ダイは忘れているんだ。空裂弾は空を切る技、大地や海と違って空は目を凝らしても見えんこと。それを思い出させてやる。ダイ、こっちだ。ダイ、心の目で見ろ。お前の空裂弾は技としては十分完成している。だが奥義とは言えない。心眼で敵を正確に捉えて初めて奥義空裂弾となるのだ。空裂弾は悪のエネルギーに正義のエネルギーをぶつけて悪を滅する技。俺には極められなかった理由がそこにある。今こそお前がアバン流最大の奥義を受け継ぐんだ。バカが、そんな夢みたいな技で俺の品位が破れるもんかよ。モロ雑巾にでもなりやがれ。スラッシュ、technique utilisant les yeux de l'âme pour déceler le noyau primordial de l'ennemi et le pourfendre de l'aura de lumière. Inflige des dégâts physiques d'une puissance de 400%. Petit combat slash cieux. Let's go, hein. 全力で行くぞ。Allez, let's go. Donc là, on approche de la fin du tome 8. Hein. Pour ceux qui se posent la question au niveau du manga, où est-ce qu'on en est ? このままおとなしくてめえらが死んでくれりゃ万事めでたしなんだよ。Utilisez les yeux de l'âme pour trouver et détruire le véritable noyau de Chazard. Et l'unique voie possible car les autres types d'attaques sont peu efficaces. Dai, 心の目で見ろ。お前のクレッサンは技としては十分完成している。だが奥義とは言えない。心の目、心眼で正確に捉える。バカが、そんな夢みたいな技で俺の品位が破れるもんかよ。モロ雑巾にでもなりやがれ。そら、j'ai un peu fait dégommer. J'ai pas vu que je prenais des dégâts dans la... Yeah, yeah.
この無数の弾丸の中に潜む俺のコアを砕くなんてことが人間謎にできるか。Ça va être compliqué ce combat là. Je sens que c'est un combat qui va être trop.刺激が俺のコアをかすったとでも言うのか。そんなバカな。Bon, je pense que je vais mourir. Hein.C'était pas visible. En fait, je crois que quand je mets KO, il y a son noyau qui apparaît. Je crois que c'est faut que je m'acharde sur le noyau. C'est pas forcément évident.このままおとなしくてめえらが死んでくれりゃ。ダイ、心の目で見ろ。お前のクレッサンは技としては十分完成している。だが奥義とは言えない。心の目、心眼で正確に捉える。バカが、こんな夢みたいな技で俺の品位が破れるもんかよ。おろ雑巾にでもなりやがる。この無数の弾丸の中に潜む俺のコアを砕くなんてことが人間謎にできるか。まさかさっきの。これで最後だ。絶対に負けるもんか。
placer. C'est pas facile hein, ce combat. J'ai détruit le noyau, c'est bon. Je pense que c'est bon. Sacré combat. Soda. Namaji mite shimau kara hontai ga wakaranaku naru nda. Kanjiro. Kokoro no me de kanjiru nda. Kono ba ni iru zenin no seimei energi wo. Attakai ki wo kanjiru.これはマームだな。それにヒュンケル。大きい木はクロコダインだ。向こうにポップもいる。何かが来る。巨大な悪のエネルギーだ。すごい殺気を撒き散らして、こっちに迫ってくる。見えるぞ。こいつが。こいつが。こいつが。フレイザードだ。クーレツゾン。どうやらまた復活。俺のコア切った。手応えあり。
Bien qu'elle monte au niveau 20. On débloque le souvenir slash cieux. Le titan des flammes infernales. Ben voyons voir ça. En tout cas, il nous aura causé du fil à retordre, Freeze.俺は蘇ったのだ。ヒュンケルによって両方の心臓を貫かれ命絶えたはずだったものが、それに気のせいか顔の黒い模様が一回り大きくなったような。それは暗黒闘気の影響だ。そうか、貴様が暗黒闘気の魔力によって 俺を蘇らせたのか。確か何か凄まじいパワーが全身に宿ったような感じだ。前よりも強靭な体に生まれ変わったのか。それはバーン様がお前に与えた肉体の秘密。たとえ死しても私はバーン様の暗黒闘気がある限り何度でも蘇る。以前よりはるかに強い力を備えてな。貴様は そのために俺の部下に。ハドラ、お前の肉体は全能なるバーン様のものなのだ。お前には生死を選ぶ権利もない。ただ修羅のごとく戦うのだ。死してもなお蘇り戦うのだ。お前の主バーン様のために。望むところよ。どこへ行く。再び戦場へ。 手応えあり。あのコアの魔力によってフレイザードは灼熱の体と極寒の体をつなぎ止めていたはず。それを失ったということ。やべえ、左右の体が維持できねえ。これ以上つなぎ止めておくと消滅しちまう。今だ、パップ。 できます。ざまあ見やがれ。見事だったぞ、ダイ。<笑>さあ、こいつをどうする。二度と復元できぬよう粉々に打ち砕いてくれる。<笑>やめろ、やめてくれ。かっこ。ミストバーン。おお、ミストバーン、助けてくれ。 頼む。このままじゃ死んでも死にきれねえ。助けてくれよ。なんだあれ。これは我が魔影軍団最強の鎧。お前が炎の暗黒闘気、すなわち魔炎気と自らを犯す決意があるなら与えてやろう。何？ そりゃ、てめえの部下になるってことじゃねえか。そんなの俺はごめんだぜ。本当にそいつと一体化すりゃ奴らに勝てるんだな。敵はない。分かった、やってくれ。 何を仕上がったんだ。力が、力がみなぎってくる。信じられないような凄まじい力だ。こいつはすごいぜ。やあやあ、我こそはパプリカの大剣豪。
なんじゃバダックさん、ゴメちゃん、なんてこったい、最悪の場面に飛び込んできやがって。危ない、じいさん。なんだと。そうだよ。キャダルコ、呪文が効かねえ。最高だぜ、この体は。クロコダインより強く、しかも速い。おまけにヒュンケルの鎧と同じ金属でできてやがるようだな。呪文を全く受け付けねえぜ。いずれてめえの寝首も書いてやるが、まずこのクソガキをひねりつぶしてやらねえとな。離れてろマーム、奴は俺を狙ってるんだ。いい度胸だぜ小僧。お望み通り、一発であの世へ送ってやる。Et bah, les amis, on verra dans le prochain épisode s'il va réussir à nous envoyer en enfer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!